え、お腹いっぱい？え、焼きそばめっちゃ余ってる。グッド。え、それに入れてくの？え？いつも入れてってんの。あれ？うん。ここにあれ作ってあげるの。何？ケーキを作るの？ここに？うん。いや、作れないじゃん。どうやって作るの？エゴ缶で作れるんだ。エゴ缶でプッってね、うん、誕生日ケーキみたいにね、ホール作ってね、うん、その前にね、あの、ちょっとね、これあのおやつ針が効いてろうそくみたいにぶっ刺してそれをこうして。え、どうやって作れるの？頑張れば作れる。頑張れば作れる。こう。うん。えー？あ、知らんこちゃん。え、ひーちゃんの名前だ。あ、知らんこちゃん。ぶっちゃ悪いからやめて。うん？ちょ、危ないってまた。にゃん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 。ひーちゃん、やめてください、振り回すの。わー、おー、寒い。寒いけど、涼しいけど。よどん、行く？よどん。幸せそうに寝てますね。ひーちゃん。これで3人。あの、カバン落としたのは誰だ？知らないわよ。チェロかココだ。お前だな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 。だってカチャカチャまた。お前だな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 。めっちゃいい匂いする。チキン製造中です。3個むけたぜ。よし、こまえー、 OK。うい、あ、と、君がやばい、君がやばい。レタス丸かじりしてんじゃん、また。つまみ食い禁止やで。卵のゆで卵やで。チキン、チキン、チキン。コロ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 。めっちゃうまそうじゃん、これ。あっち。
こう切るか。めっちゃうまそうだこれ。いや、じゃあ食べるから残してる方が食べる。ちょっと空いてるっす。え、何空いてる。いや、空いてる。そこただパカッと飲んだだけだ。うまっ。しかも一個チキン食べてる。めっちゃうまい。うまい。マジで気にそう。うまっ。めっちゃうまいじゃん。まあ食べる。めっちゃうまい。めっちゃ150個。これ本当はね、うまっ、うまっ。炊飯で炊いた後、10分か15分ぐらい保温してんじゃない。うん、うん、だけどちょっとしか保温してなかった。うまい。大丈夫だ。めっちゃうまい。めっちゃ甘い、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 それめっちゃうまいのね。うん、みーちゃんね、サラダにね、アサリと一緒にそれ出たことある。じゃあ豆嫌い。あのピン、なんかピンク色の豆嫌い。大豆の、大豆の豆。え、それはじゃあ赤飯入ったやつ。うん、甘納豆。みーちゃん、マジで赤飯無理。小豆は、普通の小豆食べれるけど、あ、しょっぱいもんに甘いもの混ぜてるとなんか無理なんだよ。前にピンクのマム食えって言われて、食ったらね、吐き出したよ。うえーって、まずすぎて。え、もうひーちゃん、ほぼと甘い石鹸食べてた。食べてた。うん、食べたらもう覚えてない。うん、うん、うん、うん。ねえ、パパ、いち、パパが、パパといっても小さい時の記憶ある。小さい時カンカン、オッケー。めっちゃカチカチじゃん。やっぱり1ヶ月ぐらい保存してた。アイスじゃん。1ヶ月ぐらい保存してた。1ヶ月も経ってないよ。え、だってめっちゃ前まで。え、1週間ぐらい前じゃん。え?1週間ぐらい前。2月ぐらいでこれ入れたの。え、歯型だけついてかじれてないじゃん。なんかちょっと芸術みたい。芸術なの。硬い。うまいでしょ。アイス。チョコアイスじゃん。いや、背中痛くて腰痛いわ。痛い、腰痛いて。なんか首も、ね、なんか寝違えた。腰も痛い、背中も痛い。痛い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 頭痛い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 。めっちゃ雨降るんだよ今日。え？今日いつで嵐なんだよ。雨降って風吹いて。あとめっちゃ腰痛いよ。めっちゃ綺麗な夜だ。うって、ね。そう、それは中島のタオル。中島一軍にいるんだよな。え、赤を中島の顔で手拭くのがかわいそうだよ。じゃあ反対も。いやいや、いいよ、それでいいよ。中島、中島くん、磯野、野球しようぜ。パ
綺麗にしといて。おお、ありがとう。え、シャワー入ってすれば。磯野くん。野球しよう。え、これ花澤さんの名前だよ。磯野くん。花澤さんってあれだよ。あいつ、あいつ。あ、なんか髪の毛爪みたいなやつ。え、女の人だよ。え、え、メガネかけたやつ。あのリボンの子に三つ編みしてて、イーティーみたいな感じ。そう、イーサーノーくん。スネオみたいなさ、金髪のさ、スネオみたいな顔してる。なんかさ、お金持ち、うん、お金持ちみたいなさ、人が好きなやつ。そう、イーサーノーくん。イーサーノーくん。手に包帯巻いてさ。首に巻いてそれで足これもくださいよ。え、ひーちゃん欲しいの？で、これなんどうすんの？これ欲しい。いや、いらないじゃん。ぴったり。もうおもちゃみたいになってんだ、ひーちゃんの。おもちゃ、おもちゃ。グー。